藤江プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、こんばんは、スノーマンの渡辺翔太です。深澤達也です。藤江プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。イエーイ。もうね、でも今夜はとかじゃないよ、もうもはや何が、何がごめんね、あの多すぎ、俺と鍋っていう組み合わせ多すぎじゃない？いや、まあ確かにちょっと多いイメージがある。そうでしょう。うん、あのちなみにね、はい、去年の10月以来7回目です。多いな、やっぱ多いよね、このバランス感。まあ分かるよ、相当この2人の掛け合いがいいってのは分かるけど、まあ需要がね、にしてもじゃない。うん、でもちょっといつもと違うのが、鍋が今回こう仕切り側というか、こう、まあそうね、だからやっぱちょっとね、目の前にやっぱ大 MC の方がいらっしゃる前で、ね、やっぱこう僕が今回仕切るっていうのはすごくちょっとハードルが高いし、やっぱ緊張してるんですけど、ちょっとお手柔らかに、うん、まあでもあれだよ、あの自分らしくやれば大丈夫だから。あ、うん、ありがとうございます。本当に全然気にしないで、自分らしく言っちゃったよ。いい、ね、うん、ちなみにどうですか最近、忙しいですよね、はい、いやもうか、まあそうですよ、本当最近だから3月はそれこそ ね、あのタペストリーダブル、まあ、ニューシングルの、ね、ニューシングルが出るし、そう4月は、うん、滝沢歌舞伎ゼロファイナル、そうなんですよ、もあるから、今その準備期間ということで、うん、そうなんだよな、歌舞伎はもう本当まさにこう準備期間っていう感じですよね、うん、何回かこう打ち合わせをか、まだちょっと実際に動いてみたいのはないけど、ちょっとやっぱ大変ですね、今までとは違うのでね、なんか演出も自分たちっていう、うん、そうだよね、なかなかだよね、だからこう自分たちでこう、うん、なんていうセットリストというか、はい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 、ね、こう舞台のこう流れを自分たちで作るっていうことはやったことないから、ちょっとね苦戦してるというか。しかもさ、ちょっとやっぱライブと違くない？やっぱライブを作っていくのと、やっぱ舞台を作っていくってちょっと違くない？やっぱそうなんですよね。なんかその中になんか、なんか まあ、ストーリーというか、なんかあってみたいな。まあでも今回さ、滝沢歌舞伎ゼロファイナル、はい、まあライブビューイングがあるじゃないですか。はい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 。だからそういう意味では、うん、こう滝沢歌舞伎ゼロファイナルをこう見ていただける人というかは、なんかちょっといつもよりも増えるということは、なんかすごく嬉しいことですね。いや、そうなのよ、うん、でね、これあと、こう、まあ、ファイナルと歌ってるけども、うん、まあこれね、悲しいとかそういうことではなくて、まあ、こう次のステップに行くっていうような気持ちも含まれてるから、やっぱね、うん、僕たちはこう笑顔でこの舞台を、そうですよ、ね、こう幕を閉じれればいいなって、なんかそういう感じで作りたいですもんね。そう、だからこう皆さんもこう、うん、なんだろう、見た人がこう笑顔になるような、うん、まさにそうです、ね、ものになればいいなって思って今全力で頑張ってますので、はい、ね、見に来る方は、ね、楽しみに待ってていただけたらなっていうふうに思ってますけども、まさにそうです。じゃあいいですか、次行って行っちゃっていいですよ、はい、SNS で使っていただきたい、はい、この番組のハッシュタグがあります、はい、ハッシュタグスノマンマです。聞きながら感想をつぶやいて、この番組を盛り上げてください。それでは今夜もスタートです。はいよー、藤谷プレゼンツスノーマンのスノマンマ、この番組は藤谷の提供でお送りします。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、番組前半はスノートークの時間です。近況を話したりメールを読んだりゆったりとスノートークを繰り広げていきます。というわけで、じゃあ福岡さん、なんかちょっとね、すごい読みたそうだね、これはめちゃめちゃいいよ、読んで、ぜひ読まさせていただきたいと思います、ラジオネーム、ぴょこさんかな、ぴょこ、岡山県の方ですね。岡山県ね、はい、スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは、スノーマンファンクラブ会員100万人突破おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。私は最近スノーマンのファンになったのですが、今回滝沢歌舞伎、ゼロファイナルの、うん、開催が発表され、以前からスノーマンのファンだった友人と参加したいと思い、ファンクラブの入会を決めました。あ、はい、ありがとう、ありがとうございます。必要事項を入力し、入会ボタンを押した後、しばらくして、うん、入会完了のメールが届いたのですが、うん、そこに書かれていた会員番号はなんとびっくりの、うんうん、99万9999番でした。やばやばいね。なんともスノーマンの皆さんに
ご縁のありそうな番号で、あまりに驚きで、くどみしてしまいました。面白いね。本当は3回ぐらいでしょ、うん、そして、滝沢歌舞伎も当選できそうな気がしちゃいます。いやすごいね、はい、このご縁を大切に、これからこの素敵な会員番号をずっと大事にしながら、スノーマンの皆さんを応援したいと思います。スノーマンの皆さんは何か、数字で縁を感じるなと思ったことや、この数字の並びが好きだなと思ったことありますか？ぜひお話聞きたいですということなんですけども、まあ、僕たちのね、あれも、もちろん話すんですけど、ちょっと、この会員番号、999,999 だよ。すごいね。すごくない？だってこれ、狙ってこの番号って無理じゃん、だって。うん、だってこれで、まあ、あとこう9人組だからっていうところもね、こう加味するとすごいこう9という数字にすごくない縁ができたというかね。いやちょっとね、確かにこれはなんかもう俺がこの番号だったら俺も、うん、もうなんか何でもチケット当たる気がするもん。そうでしょ、俺もこれ当たる気がするもんだって。まあでも、スノーマンの皆さんはなんか数字で縁を感じると思ったことありますか？なんかあります、ふっかさん。ね、やっぱ俺その、まあ、誕生日が5月5日っていうのもあるから、やっぱ5っていう数字はなんかちょっと自分の中ではなんか選択枠に5があったら意外と5って選んじゃうかなっていう気はするね。でもさ、うん、思ったんだけど、うん、このファンクラブの会員ってさ、うん、1から9まではうちら持ってるメンバーなのよ、うん、その時さ、フッカは確か9番じゃなかった。俺9取った。多分俺ね2番目だったの。そうだよね、安倍ちゃんが多分一番最初にじゃんけん勝って、俺本当はせっかくなら1欲しかったのよ、うん、やっぱり。でも阿部ちゃんが1取ったから、じゃあその最後のじゃあ9にしようと思って。そうそう、なんかその会員の番号を決めるためにじゃんけんした覚えがあって、今思い出した。そう、え、鍋を自分の覚えてる？いや、あのねちょっと忘れてんだよね。嘘でしょ。本当これってね、多分みんな知ってんだよね。今ね、すいません、今僕携帯で調べてるんですけど。あ、本当ですか？はい、あるんですこれ。僕何番目だろう。はい、なんか俺はまあ9なんですけど、うん、渡辺さん4です。うわー、4だよね。そう、4という数字を。でもね、俺鍋別に最後の方で選んだはずじゃわけじゃないと思うんだよな。うん、俺結構鍋って早めに勝って4を選んでた気がするんだよな。なんで4なんだろう。いや、なんで4なんだろうね。え、本来はじゃあ例えばこの数字になんか縁を感じるというか、うん、なんかあったらこれ選んじゃうなみたいな。いや、だから僕もね、こう、うん、なんだろう、縁があるっていうところで言うと、うん、そう、意外とやっぱね、それがないから、うん、俺もなんかこう誕生日の月とか、あ、はい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 、日にちでやっぱね、こう決めがちだから11月とか11とか、5日だから5とか、はい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 、やっぱね結構そこら辺はなんかこう安易に誕生日の方 に、ね、あ、今順番を出してくれてる。ありがとうございます。会員の、あ、安倍ちゃんが1番で、2がめめで、うん、3が伊達、4が鍋、うん、で5が光、うん、6浩二、7ラウール、8佐久間、9ふっかさん。そうなんだよ。だからまあ、ね、そういう意味では確かに、まあまあ、いや、もちろん9も好きですよ多分、うん、9もみんな、うちはやっぱ9人組でやっぱ9という数字には縁を感じますけど、だからまあ俺は9を選んだんだろうね、その時はね。いや、だからこのぴょこさんはすごいと思いますよ。いや、これだからいいお便りでしたね。いいお便りだから、ぜひ、うん、この100万番、確かに100万ピッタのちょっとお便り待ってます。欲しいな。はい。ちょ、心境もちょっとぜひなんか知りたいなと思いますので、ね。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、僕行きますか。やった、珍しい。じゃあ行きますか。はい。静岡県ゆか。はい。スノーマンの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。先日雑誌の記事で、うん、スノラボ、あ、ライブですね。はいはいはい。MC 立ち位置は深澤さんが変えたと拝見しました。はい。はい、私自身とても気になっていたことだったので知ることができて嬉しかったです、うん、今までスノーマンもそうしていたように MC 回し担当が両端に立って挟むのが定番の構図だと思いますが、はい、それを崩してみようと思ったきっかけ、新しい並び順の意図、今後また変更する予定はあるかなど差し支えなければ教えていただきたい。なるほどなるほど。確かに あれですね、スノラボの MC、 あ、スノラボ王のライブ中にとかライブやるタイミングで僕 MC の立ち位置を変えてみたんですけど、そう、やっぱ去年のライブからね、そうそうそう、なんかそのそれこそそれの1年前スノーマニアから、うん、まあ、スノーマンが、まあ、いろんなね、それこそ個人でいろいろお仕事させていただいたりとか、うん、そういうのを見てると、あ、この2人のペアを隣に並べた方がもしかしたらもっと盛り上がるかもみたいなのもいろいろ考えて、うん、例えば
佐久間と確か伊達さんが隣同士にしてたりとか、うんうんうん、あとは浩二は、うん、もうもちろん MC 上手くて回してくれるんだけど、ちょっと真ん中というか端にいない方が、うん、もしかしたら浩二のが生きるかもなとか思って、ちょっと多分ね、光る阿部ちゃん浩二とかにしてたのかな、上手から、はいはいはい、そうで阿部ちゃんは端にいることによってちょっとサポートもしてくれるからみたいなのを一人ずつ考えていった結果があの立ち位置になったんですよ。そうそうそう、だからまあラボがもともとは挑戦だったりとか、僕たちにとってもそういう意味合いのあるはい、ライブにしたかったっていうのもあって、うんうん、まあ、ちょっと MC も新たなちょっと立ち位置で挑戦してみようかなみたいな。なるほどね。そう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 。いやだからさ、でも本当に、変えてよかったなって思ったというか、うんうん、やっぱ誰が隣にいるかでやっぱこう喋りの内容とか変わる、変わる、こうテンション感とかめっちゃ変わる、変わってくるよね。変わる変わる。結構あの立ち位置って、例えば鍋がちょっとなんか、うん、まあ、変なことというか、なんかちょっとボケに走るとラウが拾ってくれたりとか、うん、それこそ阿部ちゃんとかが真面目なことを言なんかこうやってると、コージがいや真面目かみたいな、そういうちょっとちょっかいをかけてくれるとか、うんうん、でラビットコンビがいてみたいな、なんかちょっとねバランスが良くなったなっていう、うん、で俺と岩本さんは今大端にいるんだけど、うん、なんかそこは端にいた方が、うん、なんて言うんだろう、まあ俺は MC 回し根本的に回しやすいし、うん、なんかね、なんつうんだろうな、スノーマンらしいのを今どんどん探してて、うん、今ちょっと端に岩本さんと俺がいるっていう形を取っているんだけど、うん、わかんない、ここからまたね、もしかしたら変わっていくのかもしれないけど、とりあえずはね、個人的にはやりやすかったかなっていうふうには、うん、まあ周りのメンバーがどう思ってたかわかんないけど、きっと多分やりやすいと思ってやってくれてたと思うから、そういう意味ではまあいい挑戦ができたかなっていうふうには思いますね。じゃあこの辺にしときましょうか。はい、ありがとうございます、はい、というわけで以上、そのトークのコーナーでした。富士屋プレゼンツスノーマンのそのまんま、文化放送からお送りしております、藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、改めまして渡辺翔太です。深澤達也です。続いてはこちらのコーナーをお送りします、スノ会議。はい、というわけでリスナーの皆さんから送ってもらったテーマについて僕たちスノーマンが討論するコーナーとなっております。じゃあ深さん読みましょうか。はい、わかりました。あ、またすいません、奇遇ですね、岡山県の方で。あ、岡山県多いね、今日。多いですね。ゆいこっぷさんですね。ゆいこっぷ。はい、スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。私は生まれてから一度も一人暮らしをしたことがありません。うん、大学生の時は大学が実家から通えるとこだったので、実家暮らしのまま、就職も地元だったので、完全に一人暮らしのタイミングを逃しました。うん、寝る前にアラームをかけ忘れて寝坊しそうになったりしても、起こしてもらえたり、当たり前のようにご飯を作ってもらえたり、完全に親に甘えっぱなしで、将来私は一人で生きていけるのだろうかと、不安になることがあります。どこかのタイミングで一人暮らしは経験しておきたいし、経験しておくべきなのかなと思いますが、うん、スノーマンの皆さんはどう思いますか。よかったら皆さんの意見をお聞かせくださいということなんですけども。甘えてんじゃねえよ。来た、渡辺さん来た、入ったスイッチ。甘えてんじゃねえと。ゆいこっぷ、寝坊しそうになっても起こしてもらえる、うん、当たり前のようにご飯を作ってもらえる、うん、完全に親に甘えっぱなし、うん、羨ましいな。そっちかよ。そっちかよ。でもさ、あれじゃないですか。一人暮らしってさ、大事じゃない？やっぱこう、自分がこう、ちょっと自立というか、うん、これがずっと続けられるわけもいかないしさ。いや、まあでもさ、甘えてんじゃねえよって言ったけど、うんうんうん、まあね、条件がね。まあそうなのよ。まあ良かったから、なんともね。まあ、する必要がそもそもなかったっていうとこを考えると、うん、まあ無理にしなくてもいいのかなって思うけど、うんうん、まあ将来のことを考えるとまあ経験として、確かに。ちなみに、はい、ふっかさん、はい、やっぱ一人暮らし始めて、うん、まあ我々結構経ちますね、経ってると思うけど、はいはいはい、どうですか、例えば料理とかできるようになりました。いやいや、もうあの家に届けてくれますよ、あの出前の人が。はい、あの毎日のように。うん、まあまあそれもだいぶ甘えだな。うん、毎日のようにね、あのいろんな方がね。ちなみに渡辺さんは、もうさすがにね。もう甘えすぎだよ。俺甘えすぎ、ごめん。ナベさんはどうですか、料理とか。いや、俺もなんか、携帯触ってたら、うん、なんかインターホンが鳴って、届くんだよ。一緒じゃないかよ、うん。なんかこう、ご飯のアプリがあって。ね、それ毎日もしかして違う人来る？そう、違う人が来る。なんかね、うん、なんかご飯の美味しそうだなと思って、パッて押して、ボタン押すと、うん、なんか、
何十分か後にご飯が届くんだよ、うん、そうでしょ、うちも届くんだよな。でっていうパターンもありだからね、別にその。まあでもさ、やっぱ、うん、これって、うん、あの、でも普通の人からしたらこれ当たり前じゃないなっていうことはね、そうそうそう、もちろん分かってるんですよ。もちろん分かってる、分かってる。でも、なんて言うんだろう。あのさ、料理できない人からすると、うん、そっちの方がコスト的にいいっていう部分もあって、うんうんうん、例えばスーパー行って、うんはい、なんかさ、一人用の、なんか食材とかってあまり、ね、確かに。ないじゃん。ない、ね。例えば、白菜も、うん4分割、うん、になっててさ、うん、半分のまた半分みたいな。あるね、あるね、あるね。売ってるじゃん。わかるよ。あれすら、使い切れないとかさ。そう。使い切れないよな。じゃあそれを、じゃあ今日は白菜を使った炒め物にしたから、うん、じゃあこの余ったのはちょっと煮るものにしようみたいな、うんうん、なんだろう。その、起点も効かないし、料理できないから、そもそも。だからわかんないんだよ、その料理の仕方が。うん。で、そうなると食材を余らしてしまうと。うん。やっぱそう考えたら、やっぱこう、ね、知らない人がご飯をお届けで持ってきてくれる方が、うん、あれ、トータル的に見たら安かったかもねって、うん、思っちゃうんだよね。なんかね、男の一人暮らしは。そう、男の一人暮らしはそういうもんよ。まあちょっと、まあ当たり前ではないけどね、こうやって毎日こうっていうのは、当たり前ではないけど、まあうちらはそういうふうにやってるけど、うん、まあでもやっぱ将来的なことを考えると、まあちょっと一人暮らしして、まあ、こうまあ、料理も作って朝ちゃんと起きれてみたいな、うん、やっぱほらお仕事とかもねきっと何かされてるでしょうから。それさ1年って365日あるわけじゃん、うん、これ1日も自炊しないの？1日もしない。え、だから それこそ前ね、なんかあの卵かけご飯とか作ってみたよ、うん、あのでもあのチンのチンする白いご飯あるじゃんはい、はい、あのこういろいろ多分皆さんもお世話になってるとこあるのが、うん、そのどう一応 お椀に入れて卵を割って醤油かけて終わり。なるほどね、うん、だからい何も、ああまあまあそれも自炊なのかな、うん、で理由なんで俺が卵かけご飯作ろうと思ったかっていうと、うん、あの親がなんかすごいいい卵を手に入れたと、うん、でおなんかくれたわけよ卵はね、卵でも俺使い方分かんないから卵、うん、でもこれなんかいいんだったら食べたいなと思って、うん、あのチーンのご飯にやっただけ。まあ、焼くか生で食べるかの二択しかないもん、うん、料理できない人は。わかんないから。そうそう。これが今までの。なるほどね。俺の最高の。で、俺はね、うん、やっぱ、お金もかかるし。はいはいはい。で、毎日、それでもやっぱ、健康的にもどうなんだろうとかもあるから、うんうん、やっぱ俺は、自炊しますよ。嘘でしょ？嘘でしょ？現場とか行った時に、うん、こう、お弁当がいっぱいあるじゃないですか。あるよ、あるよ。あれをこう、いただいて帰るんですよ。うん。でそれをこう、電子レンジで入れて、うんうん、温めて、うん家で食べる。自炊じゃないよそれも。仕上がっちゃってるものじゃん。いや温めるっていう行為をしてますから、ね、それは自炊って言わねえのよ。それはそれも出前と変わんないよ。でこれね現場の弁当がまた美味しいんだ。そこまあそれはねごめん否めないわ。うんそれはわかるよ。いろんなテレビ局さんのさ、はいはいはい、こうなんだろう個性が出るというかさありますね。あここがカレーかみたいな。いいですね。まあ、こんな大人にはなってほしくないけど、まあ、ぜひちょっと一人暮らしっていうのは、ね。まあ、っていうね、なんかいろいろ試練がありますけど、はい、まあ、親のありがたみがよりわかると思うんで、確かに経験してみるのはありかと思いますね。確かにありがとうございます。と、はい、いうわけで、以上、その会議のコーナーでした。それでは、一曲聴いていただきましょう。じゃあ曲紹介、ふっかさんお願いします。はい、3月15日リリースの8枚目のシングルのカップリングで、はい、なんと、今夜がラジオ初解禁となります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、皆さん聞いてください。スノーマンでラブクラシック。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。それではここで藤谷からのお知らせです。ルックから贅沢な一粒で食感を奏でる新商品が登場。ルック一粒の贅沢、総食感いちご。ルック一粒の贅沢、総食感ミルクが2月21日から発売中です。よっしゃ。すごいなんかあの、はい、難しいこのなんか。確かに。でもさ、字かっこよくね。総食感の総奏でるっていう字だからね。奏でる。はい。ということで、はい、この奏でるにちなんで、はい、この僕が食べる総食感いちごは、はい、ザクザク感の出るココアビスケットとホワイトクランチを混ぜ込んだいちごホイップをミルクチョコレートで包んだルック。すごいね。でこのザクザク感がこの奏でるにかかってるのね、うん、なるほど ね、 そしたらね。すごいわ。あ、食べた。いただきます。食べた食べた。あ、ほんとだ。音ザクザクしてるよ。
どうですかお味の方は。美味しい。そうですよね絶対。いちごの香りもすごく、はい、すごいな、すげえくるな。いいし、うん、このなんかザクザク感が食べ応えがあって、うん、美味しい。美味しいですよこれ絶対、うん、で渡辺さん言ってますけどこっちも負けてないですよ。いや何ですか。そして僕が食べる総食感ミルクは食感のいいクルトンとクッキークランチを混ぜ込んだチョコレートホイップをビターチョコレートで包んだそうです。すごいだろ、もう包みまくってんだこっちは。あ、だからこのザクザク感は共通だけど、はいはい、この中の違いますね、あのやっぱものが違うんだね、はい、クルトンが入ってんだこっちは。いただきます。うわどうですか。あすごい、聞こえるね音が。すごいすごい、これだから ASMR みたいな感じで今、うん、このちょっとザクザクとした感じ僕、まあ、個人的にめちゃめちゃ好きなので、うん、好きだし、うん、こうなんか甘すぎもしないし、うん、こう苦すぎもしないという本当にちょうどいい甘さの、うん、やっぱビターチョコも入ってますし、それチョコホイップが多分甘いんだろうね。そのこう組み合わせがすごくいいね、うん、めちゃめちゃ美味しいですわこれ。皆さんぜひもしよかったら食べてみてくださいね、はい、パッケージも可愛いです。はい、そしてここでリクエストが来ています、うん、今回試食いただいたルックは、うん、食感を奏でるをテーマにしたルックですが、はい、皆さんが好きな食感や音はありますかとのことですけど、はい、深澤くんどうでしょう。ボリ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 が好きです。なんかちょっと渋、なんか渋いっていうかちょっと味覚が渋いので、あのそれこそなんかキュウリの一本漬けだったりとかあの梅とかあとその果物とかも熟しすぎてない、うん、正直あの桃もゴリゴリとかボリボリいうやつがめちゃめちゃ好きで、っていうのがもう本当に僕の一番好きな、まあまあ食感というかって感じですかね。わあ、どうでもいい情報ありがとうございました。おい、どうでもいいやめろって、というわけで商品の画像は番組ツイッターでチェックしてください。また Bluetooth スピーカーなどが合計1000名様に当たるハートを込めてルックキャンペーンも実施中です。ぜひ公式サイトや SNS をチェックしてください。皆さんもルック一粒の贅沢、総食感で楽しめルックしてください。藤谷からのお知らせでした。ボリボリ藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、文化放送からお送りしてきました藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、エンディングの時間になってしまいました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマンの8枚目シングルタペストリーダブルが3月15日にリリースされます。目黒蓮主演の3月17日公開の映画私の幸せな結婚の主題歌タペストリーと日本テレビ系土曜ドラマ大病院選挙の主題歌ダブルを収録した両 A 面となっております。ぜひチェックしてください。はい、そしてスノーマン主演の舞台滝沢歌舞伎ゼロファイナルが4月8日から30日まで新橋演舞場で上演されます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。ふつおた、スノ告白、私実は、スノ会議、スノ迷い中など番組宛にたくさんのメールをお待ちしています。じゃあメールアドレスをふっかさんお願いします。はい、snowman@joqr.net です。 snowman@joqr.net です。番組に関するお知らせは番組公式ツイッターをご覧ください。 R の発音がちょっとすいません鼻につきましたね。いやいやいや、俺の R はこういうなるほどね、あのベロを上にしたら R っていうのがやっぱ、はい、大体うんでいっちゃいますね。はい、すいません。というわけでもう、はい、本当もう終わりになっちゃいました。どうでした。まあでも結局あっという間でしたね。やっぱ7回やってもあっという間でしたね。テンポ良かったですね。テンポ良かったし、やっぱふっかさんの料理の話は聞けて、うん、やっぱ相変わらず進歩してないんだなってことが分かりました。確かに。はい、というわけでお聞きいただいてありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの渡辺翔太と深澤辰也でした。それでは皆さんバイバイ。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、この番組は藤谷の提供でお送りしました。